オーロラ4のギリギリモッドやっちゃってーアウェイクのエロです。あ、エルです。ブリッツの変態です。いや、昨日ね、はい、ツーマンだったんすよ。はい、エッジでね、さすよ。いやー、マジ緊張したわ。自分で言って自分でつばいちゃった。何が？ブリッツの変態くん。ブリッツの変態くん、ツーマンだったね。ツーマンでした、昨日は。アウェイク、ボロ負けしたぜ。いやー、もうそんな何を言っておっしゃる。もう、どうでしたか？素敵なライブでしたか？そう、まだやってないぜ。まだやってないけどね。何百回も言うけど、オーラ4の収録は5本撮りだぜ。5本撮り、前にね、そういっぱい撮っとくんで。そうなんだよ。まあでもね、もちろん素敵なライブになったことは間違いないと思う。そう、なってるはずだね。うん。まあね、でもね、やっぱいいな、仲良くできるバンドがすぐそばにいるっていうね。うん、うん、もうここはね、もうすぐそばにね、もうメンバーより会ってる時もあるぐらい。そうだね、そう、ガックンと俺は多分ね、自分のバンドのメンバーより会ってることが多い時もある。ある。うん、そんな素敵なツーマンでしたが、これから2人で危ない危ない、気をつけよう。はい、そうですね。はい、うん、じゃあ、いいですか、今回のね、あ、すみません、彼女と一緒に映画に行って、はい、一人で大泣きしてしまった後の言い訳4。はい、こんな男いたらキモいっすよね。うん、いきなりね、映画を撮る。ほら、俺大声出せば何だかと思ってるから。うん、オッケー、じゃあどうしようかな。じゃあ俺から。オッケー、じゃあ俺彼女ね。うん、あー、感動したーね。うん。何やってんの。いや、このバナナのように本当に映画もいいもんですね。意味わかんね。なんか今日苦手だ、これ。これ苦手？これちょっとね。俺確かに。これシリーズちょっと苦手だわ、俺。前回も苦手そうだね。なんかね、前にね、そのさっきメイクした時にね、今日かっこよく決めるとかいう意味わかんない定義を作ってしまったせいでね、わけわかんなくなっております。はい。ではね。じゃあやるよ。じゃあ、彼女。はい。はい。彼女です。なんで泣いてんの？なんでアルマゲドン見て泣いてんの。うまい。バナナがね。バナナ何でも逃げられるんだ。そう、あのね、分かりた、分かりたじゃない、分かった。あのね、噛みすぎ。分かったんだ、うん、あのね、 AB はキスに逃げるでしょ、うん、で、ガックンママバナナに逃げるでしょ。オーラ4もバナナに逃げるわけよ。しかもさ、俺さ、そのもう今の場合だと、こうやって剥いて食べて、うん、うまいから泣いてるんだよって言おうと思ったら、いきなし、なんでアルマゲドン泣いてるんだって、泣くっしょ。アルマゲドン泣くっしょ、完全に最後。まあね。うん。じゃあ、アルマゲドン見た手でいこう。うん。じゃあ、アルマゲドン。じゃあ、俺アルマゲドン見た手でいきます。あ、分かった。いいよ、じゃあ。はい、いいよ、じゃあ、女ね、うん。あ、男ね。男ね。あ、男ね。うん。Don't wanna close my eyes. You wanna be a miss of you, babe. And I don't want to send this my head. どうしたの？ Don't wanna close. ちょっと無理だ。ね、ブルース・ウィルスが思いのほか。ごめんなさい。俺映画大好きなんですよ、こう見えて。毎日映画、最近は釣りバカ日誌を前作ね、見てね、心を癒されるぐらい映画好きな人なんでね、ブルース・ウィルスってすぐね、単語が出てきたんですけどね、はい、すいません、残念ながら変なこと言っちゃいました。はい、なんて言ったんですか、今。え？すいません。大好きです、ブルース・ウィルス。いや、ウイルスじゃなくて、ウイルスです。すいません。はっ、もうダメですね、これは。はい、本当はさ、本当はあんま映画好きじゃない。いやいや、映画大好きなの。ほんと。なんで泣いてんの？ねえ、しっかりしなさいよ。
なんで泣いてんのよあなた。心の汗です。ああシュールに決めた。なるほど。涙は、はい、心の汗です。素敵。でも心の汗なんだけど、はい、主人公の親父が、はい、やめよう。めっちゃあれアルマゲドンのシーン知ってる？こういうさ女の子がこうやって寝ててさ、こうやってさ、こっちに行くと小高い山がこっちに行くと谷がある。てかさ、ね、そもそも、うん、そんなとこもエロいけどさ、うん、冒頭のシーンからしてさ、うん、裸で寝てる娘発見してさブルース・ウィリス、うんね、ショットガンぶっ放しじゃん、うんうん、ロックですね。ロックですね。はい。さすがリブ・タイラー。はい。さすがリブ・タイラー。ブルース・ウィリス。はい。ちなみに今、はい、リブ・タイラーって言ったじゃん俺、はい、スティーブンだしって思ったやついると思うんだけど、はい、娘出てくからね、映画。娘、あの、一番最初、うん、あの彼氏とさベッド寝てる女の人、うん、あれスティーブン・タイラーの娘だから。親の子ね。俺知らなかった。親の子ねです。親の子ね。大事です。はい。体張ったるは片足立ちアゲインアゲイン。今日はね、うん、じゃあ、前回僕勝ちましたけれども、はい、またね二人で対決してみようと思うんで、はい、いいですか。片足立ちアゲイン。 アゲイン。イエーイ。おー、今日はね、あれですよ、いいですか。片足立ちリベンジかっこヨガのポーズ編、はい、イエーイ。これ前回も大変だったけどね。はい、いいですか。ルールは、はい、目をつぶってヨガのポーズをして、バランスを長く取れたら勝ち。はい、いいですか。早速いきます。得意分野です。わかりました。いきます。じゃあ、審査員の人にちょっとお願いして。いいですか。いいよいいよ。せーの。あかん。ヨガ、それはヨガ、タイガの。ちょ、これまだも。やりました。うわぁ、ガッチだ、もう今回も勝者は俺だ。イエーイ、負けた。でも多分ね、うん、見てる人は、うわぁ、転んじゃったガックン、超かわいいみたいな。いやいや、ないな。感じになってると思う。え、何あいつ、何やってるの。じゃあね、うん、またここでいつもね、買ってもこの後ね、うん、ガックンのダンスコーナーがあるんで、はい、そっちの方に早速行ってみようと思います。じゃあそれじゃあね、はい、ね、みんなね、踊れるようになってね、痩せてください。はい。それでは行きます。ダンスコーナー、イエーイ。トゥあれ。おっす、おら、悟空一気やってみっか。誰、テンさん。はい、というわけで参りました。今日もダンスコーナー、はい、今日はね、まあね、1番と2番はね同じ振りでいこうかなと思ってね。まあ実際そう考えるとね、もうね最後のね2回サビが続くんですけど、はい、まあ要はダブルでね。で、1回目は、まあ、最初と同じ振りで、2回目を変えようと思う。はい。2回ね。ずっと同じじゃつまんないと。うん。なんで、その後半の方をやりたいと思います。OK です。もうね、多分、エルさんもね、もう、相当技術が上がったので、多分1回見れば覚えられる振りを準備したので、ね。まあ、どんとこいって感じですね。まあね、みんなもこれだったら一発で覚えられる振りなんで、はい、じゃあ、手本を今日はね、先に見せたいと思います。じゃあ、ミュージックお願いします。これね、これ結構簡単だから。 OK。 こうしてこうね、こう倒してねみたいなね。オッケー。オッケー。まあね、こう、スライド、こう。できるか。
できるか。じゃあとりあえずとりあえずね、最初ちょっと触りだけでも、うん、触りだけでも、3、2、1、はい、ギリギリオッケー。というわけで、この人は悪い人です。というわけで、嘘です。嘘で、よかった今、はい、これとかどうしようみたいな感じだったけどね。じゃあね、最後だから盛りみんなで盛り上がるためにね、うん、余計簡単にね、はい、どうですか、なんかエルさんの思う、いやちょっと今のイメージがついちゃって、あのぐらいやってもいいのかなみたいな。じゃあと思ったんですけど、はい、あと40年ぐらいかかりそうなんで、はい、そうなっちゃうとまたこういうことになっちゃうかもしれないんで、ちょっと先生、はい、じゃあ普通にジャンプしましょうか。うん、そう、1回目のサビコーの振りやったら、うん、やって、これをね、どっちもやったら、うん、その後半のサビはジャンプで OK です。ね、いや、なにこれ、やってみます。あ、じゃあ一応やってみます。やってみましょうか。まあ、ジャンプってどんなものか、うん、普段ジャンプすることあんまないんでね。そう、うん、 On the music。 うん、これどこだ。あ、こっからジャンプ、ジャンプ。何がいる？うん、で、だんだん、まあ、こんな感じです。2回目のサビはね、とりあえずひたすらジャンプ OK です。うん、というわけでね、今回はね、こんな簡単なことで終わっちゃいましたが、皆さんよかったらね、飛んでみてください。このね、この動きをね、やってください。じゃあまた来週。バイバイ。Be mine.